第9レース、2着になりました、7番車埼玉99区の高橋翔平選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日は埼玉3社での戦いとなりましたけども、作戦は前役からなりましたけどもどうでしたでしょうか。そうですね、もう作戦からできれば前取って、あとはもう後ろのラインの様子を見てっていう形だったんですけど、しっかり前取れてよかったです。まあ、突っ張るももちろんあるし、まあ、誰かが来れば下げて早めに巻き返すっていうのはあったっていう感じですかね。そうですね、あまりにも早めですごいスピードで来るようだったら出さすのも考えてたんですけど、まあ、実際来るのがちょっと遅かったので、もうあとは突っ張るっていう、もう作戦でした。まあ、前走って言われた阿比古選手も相当かかってたんじゃないかと思うし、番手から香取選手も強かったんじゃないかと思うんですけども、実際ついててどうでしたでしょうか。そうですね、もう早いうちから残り2周ぐらいからすごいいいペースにかかってて、香取さんもでも余裕、それでも余裕がありそうで安心してついていくことができました。木戸選手が降りてくるんじゃないかなっていう感じもあったと思うんですけど、その辺はご自身どう見えてましたか。まあ、少しそれも警戒して少し差し気味に行ってたので、もしも仮に降りてきても、まあ、対応はできたかなっていう余裕はありました。これで、2着になったということで、来季 A 級ではなくて S 級に、まあ、半年ぶりですかね、に戻ることになったと思うんですけども、率直にいかがですか。そうですね、今年1年は A 級のままだなと思ってたんですけど、スタートがとても調子よくて、初優勝もできたりとかして、まさかレインボー乗って特進できるとは思わなかったので、すごく嬉しいです。なんかアステナドはまあまた新しくなるのかなと思うんですけども、また S 級で戦うということで、意気込みを最後によろしくお願いします。前回は特進とかじゃなくギリギリ点数ボーダーで上がれたんですけど、今回は余裕を持って特進で上がれたので、次こそは S 級で戦えるように頑張りたいと思います。